阪神、あっちあっちヤクルトまで止める、この阪神&ヤクルトファンの反応。昨日は岩崎お休み、今日は梶谷お休み、明日は島本休みかな。みえちゃん帰ってきた後の糸春、頼もしい。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし、最近これ多いな。この月に見放された試合拾えるのほんますごいわ。また清水が打たれた。これで7試合で5試合失点。負けたで。ナイスゲームやな。この広い球場で抜かれたらな。12安打に3四球もらって2点。ことおこし受け負いに。今年で一番面白い試合やったわ。なんで勝てたって近本がファインプレーしたからやろ。あれで今日勝負決まったわ。負け、お疲れ様ございました。打ちそうなやつとったな。そうなやつには当たれるヤクルト。清水やっぱり不安だな。来年大丈夫か。清水壊れたな。広島さん申し訳ない。うまくいきすぎやろ。やべえわこれ。ヒロイン糸春、村上も呼んであげてほしいけど。まだか。プチにドラやってて草。よかったわ。ただ中継ぎのために明日はどっちみち大差の試合してくれ。8回裏に勝ち越されるのはしんどすぎる。2度の満塁で無得点ならそうなるわな。阪神12安打、ヤクルトも安打、そら余裕勝ちよ。このままやと 6.0 か 5.5 の方が広がってる感あるの。なんでやろ。まるで首位攻防戦や。しかしあちあちになってるチームをことごとく粉砕していくのは気持ちええな。めちゃくちゃなゲームやったな。ヤクルト強えわ。ケントのヒロインだ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。